呼んでいるが三上に渡す。三上がキープ、東が走るが奪ってチャンスになる。クロスボールはこぼれた、押し込んだ。逆転しました、長野パルセイロ。前半のアディショナルタイム、決めたのは東でしょうか、新田でしょうか。さあ見ていきましょう、新田の突破、そして最後は東でした。東博史今シーズン初ゴール、新田から東、今日スタメンを任された2人が逆転ゴールを生み出しました。